こんばっち、パッチチャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才投手作成、左投げ左打ちの投手、フォームはレイブ、好きな球団は美式くんから KBK カーブ、歌舞伎カーブを狙って日ハムでやっていきたいと思います。ということでヒーリングカードと天才カード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。強ドン146、いいね。球速がねやや足りないぐらいで十分な強さなので、やる気を先取ってからこっちへ行く。パテナマス輝け、球速輝いちゃった、やば、それは強すぎる。赤マスもそうだな、これシャッフルするか迷うな。減少、回復量が渋い。緊急登板、球速は1キロ、まだハテナマスあるぜ。やる気絶好調にできたのもでかい。あーマジかよ、減少2回か。はい、ってことでハテナマス運がちょっとなかったかな。さあ、すでに箱なし、ボナなし、新しい球種あり、ほい、高速シュートですね。フォークと高速シュート。下げるの、マジかよ。初期値良かったのにグイ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 やられるじゃん。ワンツーツーオッケー。また減少、減少3回目、むしろ回復はゼロ。プロ入り、嬉しいけど嬉しくない。強いけど取れないわ。1,2,3,4,5,6 だもんね。ヒーリング1回目で動かないとダメだからきついです。さてと、さすがに、お、待てよ、カーブが来たか。で、美意識くんはいないと。あー、これはシャッフルしないとダメだから先シャッフル行こうか。赤消す、ナイスナイス、10、それそれ、待ってたのはそれ。スタミナ、能力がね全然伸びてないわ。重い球ナイスで、ポンセ緩急いいね、いいですね。会えない、はい、ノリノリ、はい、回復やっと引けるか。これこっちから攻めろ。減少がたまらんです。勝ち運、特能は強い。赤は関係ない、ナイスナイス。急速だからね、ついついいっちゃいましたね。変化球がカーブ系入ったんで、ワンチャン美意識くんおりへん、いないんかい。コン、ちょっと弱いかな。伸び、特能強くない？てかスタミナ上げなければさ、これその2はナイス。10、先発投手じゃなくて中継ぎ抑えとしてなんか使えそうな感じしないですか。はい、青うまい。あー、変化球行きたいんで、そろそろやつ来るぞ。きつ、来たわね。1,2,3,4、会えるけど会うのに結構大変だ。だから諦めて変化球行きましょう。スタキオ、プロ入りくんあるんで、やる気、いやーマジか、なんで来たのよ。なんで来たのよ、反省しろや。下側これどうかな、ある意味隣じゃないか。横列一緒で左2個隣な気がする。真横か。ここでこっち来い。バカバカチン、マジか。はい、ラストプロ入りがあるよ。やる気を、変化球がない。赤おにぎりが2個あって、回復おにぎりはね絶対あるんだけど、きっつ。
リリース、特能強いのにスタミナ以外。野球超人伝、変化球入れる。まだあるまだある。赤青うまい。1234。いや、ここは回復狙ってシャッフルじゃない。ほい、赤、まあ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 、赤おにぎりはもうそんな出てくんの。なんだその2って。夢は見ろ。止まるんかい。これはちょっときついですね。まあプロ入りくんありがとうと言っておきますか。今回は緊急登板あるので中継ぎにしてみようと思います。それでは名前設定行ってきましょう。はい、名前設定してきました。名前星538から小さやくんという名前になりました。いかがだったでしょうか。今回スタミナが B あるのですが、緊急登板があるので中継ぎ投手で、基本能力は悪くないんですが、変化球もう少し上げたかったですね。何より特殊能力が重い球リリース、勝ち運緩急とかなり強いので、オートペナント期待して回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら、防御率 1.87。 素晴らしい特殊能力のおかげですね、頑張りましたと。で、今回は9勝3敗。なんとね、勝ち運のおかげでこれだけ勝てました。ラッキー。62イニングしかね、中継ぎで投げてないんですけど、頑張りましたよ。で、ホールドが51と、63登板で51のホールドポイント、これは頑張った、強い。セーブが3あんのか、抑えピッチャーもやらされたんだね。ってことで今回は、10.4 の奪三振率、73個の奪三振数ということで、ここも頑張りましたね。フォアボールが10のデッドボールが2と、1.72 の四死球率、これも良かったね。ということで、あとの数字はこんな感じで、KBB 立派、7.30 頑張りました。ということで、今回の小さやくん、取ったタイトルは、最優秀中継ぎ新人王の合計2つでした。なんと1打席に立って1安打、打率10割。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。